はい、今回の動画では Photoshop でポストカードを作成する方法その2ということで、前回の動画ではですね、このカードの方に写真をね、配置をしていきましたけども、今回の動画ではですね、このカードの方に文字の入力っていうのをね、していきたいというふうに思います。それではですね、まず文字をね、実際に入力していく前にこの文字の色をね、決めていきますので、ここの上のですね、ウィンドウというところですね、こちらをクリックしてもらって、この、スウォッチというところ、こちらをクリックします。そうするとこの右上に見てもらって分かるように、これがスウォッチパネルになりますんで、まあここでね、色を決めていきます。まあ今回はちょっと茶色っぽい色にしましょうかね。この辺の色にしてみたいと思います。はい、そうするとですね、こちら、左下のところね、ここが茶色っぽい色に変わったと思うんですけど、これが文字の色になりますんで、これで文字を入力をしていきます。で、文字を入力していくときは、このですね、この T というボタンのところ、これですね、この横書き文字ツールっていうところですね、こちらをクリックします。で、これでですね、このマウスでですね、まあ、文字を大体入力するあたりをクリックしてもらえればいいと思います。で、この位置はまた後から移動はできますんで、まあ、大体のこの辺に打ちたいなというところをクリックしてもらうと、こういう縦の線が入りますんで、これで文字を入力をしていくことができます。で、次にですね、フォントですね、フォントはここの上のところ、まあ、ここで設定ができます。で、一番この左側のところ、今これメイリオレギュラーって出てますけど、この矢印のところをクリックしてもらうと、そのご自身のパソコンの中に入ってるいろんなね、このフォントが出てくると思いますんで、まあ、この辺はですね、いろいろ試してもらって、そのイメージに合うフォントを使ってもらえればいいと思います。はい、で、今回はちょっとこのメイリオ、このボールドというやつですね、この太字のやつ、これを使いたいと思いますんで、こちらをクリックですね。で、次に右側のところ、まあもうこれすでにメイリオボールドっていう形で太字になってますけども、この右側のところでいろいろこのレギュラーのね、とか、あとイタリックっていうのは車体ですね。で、ボールドが太字で、で、このボールドイタリックっていうのが太字で車体みたいな形で変えることもできますんで、まあ今回はボールドにしておきますね。で、次にこの右側、これがフォントのサイズになりますんで、今これ24ポイントになってますけども、まあここもいろいろ変えられますし、中で、自分で打ってもらえればね、この好きなあの数字のサイズにすることもできます。で、まあこれはですね、後からでもこのフォントのサイズは変えられますんで、とりあえず今回24にしておきましょうかね。はい、で、この状態で文字を打っていきます。したら、スペシャルプレスという形ですね。はい、で、まあ、文字の入力がね、済んだらですね、この右上のこの丸のボタン、これが確定のボタンになりますんで、こちらをクリックして確定をさせておきます。はい、で、次にこの文字をね、まあ、移動とかですね、あと文字のサイズを変えたいよといった場合は、まあ、前回の写真のですね、配置のところでも説明したものと一緒でですね、この編集のところをクリックしてもらって、で、この変形というところ。で、この拡大縮小というのをクリックしてもらうと、この見てもらって分かるように、このバンディングボックスが出ますんで、ここで、まあ、文字のサイズをこう変えてみたりだとか、こう移動したりとかっていうのができます。にしておきましょうかね。はい、で、これで、確定になったら、この丸のボタンで確定をしておきます。で、続けてもう一個ね、下にもちょっと文字を入力してみたいと思いますんで、またクリックをして、そうですね。といったような形で。で、これでまずは丸で確定をして、で、また移動とかしたい場合は変形で、拡大縮小でちょっと移動とか、まあ、文字の大きさを変えたりとかをします。こんな感じにしましょうかね。で、確定ボタンということですね。はい、まあ、こういった形でですね、こういう文字の入力は、まあ、どちらかというと、まあ、ドローソフトですね、この Photoshop と同じ仲間でいうと、イラストレーター、なんかをね、使ってやるケースも多いとは思うんですけども、まあ、Photoshop でもですね、こういった形で文字を入力することはできますんでね、まあ、ぜひですね、この Photoshop の方もうまく使ってもらって、こういった文字の入力っていうのをしていってもらえればいいと思います。はい、で、まあ、次回ですね、このポストカードの作り方その3ということで、まあ、この3つ目が最後になると思うんですけども、まあ、ここではいろいろもうちょっとこのポストカードの装飾をね、まあ、していくやり方を解説できればというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。